こんなんじゃダメだ。おばあちゃんが着てる服みたいじゃないか。もっと爽やかな春の絵が描きたいんじゃい。そういえば何かに使えないかと卵の殻を干していたな。今回はこれを使ってみよう。セリアで買ったすり鉢サイズぴったりだね。卵の皮を剥がす音と砕く音の ASMR を作りたかったけど失敗したのでありません。削り取れなかった部分は一応残して、爽やかな春の空を映した水面を描いていくよ。今描いてる部分は消えるんだけどね。イースターエッグ作るみたいにゆで卵を食紅で染めれば楽だったな。あ、でも皮を剥く前に染めたら内側は染まらないか。細かく砕いた殻を薄いピンクと濃いピンクに染める。色が均一じゃなければ奥行きが出るかと思ったけど、メディウムと混ぜたら全部一色になったわ。この卵の殻何に使うか分かったかな。正解は水面に浮かぶ桜の花びらでした。前の絵はやっぱり消して、その上からビルを建てちゃおう。都会の中の自然っていいよね。タイトルは花いかだ。満開の花びらを見上げるのも、散った花びらの絨毯を見下ろすのも風情があるね。今年はどこ見に行こうか。